寿司ならわさびです。 Hello everyone. 寿司ならわさびです would be if it's sushi, you eat with wasabi, not with ketchup, for example. This translation is just one of many. ブラブラならブラブラです means in the case of, in the event that, if so,when it comes to, and so on, and the meaning varies with different context. We use only nouns to construct this pattern today, so it's easy. Repeat the sentence and think about meaning, then check my sample translation. I say sample because there could be more possible translations. Here we go. Repeat after me. 1日本なら春です。日本なら春です。2. 日本なら京都です。日本なら京都です。3. 東京なら浅草です。東京なら浅草です。4. アニメならドラえもんです。アニメならドラえもんです。5. 映画ならフランス映画です。映画ならフランス映画です。6. 週末雨ならバーベキューはキャンセルです。週末雨ならバーベキューはキャンセルです。7. 明日なら暇です。明日なら暇です。8.お酒はちょっとなら OK です。お酒はちょっとなら OK です。9. スマホならこのモデルです。スマホならこのモデルです。10. ひらがなだけなら大丈夫です。ひらがなだけなら大丈夫です。では次のように文を作りましょう。例えば、寿司、トロ。寿司ならトロです。いいですか ?1. 寿司、醤油とわさび。寿司なら醤油とわさびです。寿司なら醤油とわさびです。2. スキー、北海道。スキーなら北海道です。スキーなら北海道です。3. 買い物、新宿。買い物なら新宿です。買い物なら新宿です。4. 大雨、タクシー。大雨ならタクシーです。大雨ならタクシーです。5. 次の首相、多部さんです。次の首相なら多部さんです。次の首相なら多部さんです。ああ、お腹すいた。お弁当ならデパ地下だよ。すっごいよ、いろいろあって。でもラーメンの気分なんだよね。そっか、ラーメン、ああ、ラーメンなら駅前のラーメン屋がいいよ。確か店の名前は Repeat after me. 1. お腹すいた。お腹がすきました。お腹がすきました。2. お弁当ならデパ地下だよ。お弁当ならデパ地下ですよ。お弁当ならデパ地下ですよ。 3. ラーメンの気分なんだよね。ラーメンの気分です。ラーメンの気分です。 4. ラーメンなら駅前のラーメン屋がいいよ。
ラーメンなら駅前のラーメン屋がいいですよ。ラーメンなら駅前のラーメン屋がいいですよ。今日はここまでです。楽しかったですね。ポッドキャストなら寝ながらスピーキングの練習ができますね。ではまた。